コロボリーヒキガエルモドキはカメガエルカに分類されるカエル。オーストラリア固有種体長オス2.6から2.8センチメートル、メス2.6から3センチメートル。背面の皮膚にはあまり発達しない筋状の盛り上がりが融合した両線状の隆気がある個体が多い。体色は黄色や黄緑色で不規則に黒い縦縞が入る。獅子は太くて短い。 指跡の間に水かきはなく、先端に吸盤もない。標高線3 0 0から1760メートルにある森林、草原に生息する。地表性、夜行性で、昼間は倒木や石の下で休む。植生は動物食で昆虫などを食べる。繁殖形態は乱生。11翌1月に湿原内の水苔や草のある場所に、 オスが水で満たされた深い穴を掘り、鳴き声を上げて、メスを呼ぶ。コロボリーは、アボリジニの言語で、騒がしい集団を指す。1から3月に1回20から38個の卵を産む。卵は6から8ヶ月で孵化し、オスは産卵後2から4週間は、穴の中で卵を保護する。卵から孵化した妖精は休眠し、降雨で増水すると水中へ移動する。生後3年で、 生成熟する。長期的な干つにより、生息数が激減したと考えられている。1980から1999年にかけて、個体群の85%が消失した。1997年から3地域で発見された、乱海を半分に分け、その内片方を人工飼育下で保護する試みが進められている。ありがとうございます。